栗原遺跡栗原遺跡は東京都練馬区氷川台一丁目の城北中央公園内にある遺跡。旧石器時代から平安時代までの遺物や遺構が検出された複合遺跡である。1956年に縦穴住居が復元されている。栗原遺跡は1955年に立教学院総合運動場を造成する際に、 発掘された。遺跡名は、同地帯の旧正寺である、栗原にちなむ。1955年から1956年にかけて行われた調査では、国曜石製の石器が、関東ローム層から発掘され、旧石器時代のものであることが判明した。また、縄文土器も発掘されたほか、弥生時代から平安時代までに及ぶ縦穴住居の跡が発見された。 発掘後の1956年には、当時東京大学教授であった藤島井二郎の設計に基づき、8世紀初頭の縦穴住居が復元された。遺跡は、石寺川と田原川の間にある大地に位置し、水を得やすく日当たりも良好であることから、長期にわたり、人々が生活を営んでいたと推測される。復元された縦穴住居の跡は50センチメートルの、 深さまで掘り下げられており、4箇所の柱穴と北側に粘土性の減追が確認された。住居の復元に際しては支柱に、毛焼きが、両と桁たに、杉が用いられ、かやぶきでの仕上げとされた。同住居跡は1988年度に練馬区登録史跡に登録されている。また、縦穴住居は、金属フェンスで囲まれており、通常は中に入ることができない。 ありがとうございます。